やばい、これすごい、めちゃくちゃいい音するんですけど。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ R8 クーペ V10 プラス2016年式16,500キロ、こちらの車両になります。やってきました、改造車来ましたね。はい、はい、もうワクワクが止まりません。はい、というわけでいろいろいいタイミングだと思うんです。いろいろね、改造ジャーナリストが語る車としては、はい、R8 まもなく生産終了なんですね。うん、はい、そうですね。ホームページ上ではまだ掲載はされてますよね。してますね。はい、オーダーもできるんですかね。いやでもどうですか、ちょっとすみません、まだそこ微妙なライン、微妙なラインだと思いますね。はい、というわけで、まあ、もうなんか2023年24年にもう終了っていうのが決定してるんですよね。決定してます。はい、なんでもうそろそろ最後の車になるんじゃないかなと。そうですね、名車シリーズに入ってくるお車になりますね。で、はい、今回ご紹介させていただくのが2代目現行タイプってことなんですけど、はいはい、2020年にフェイスリフトして、はい、まあ、後期型が出てるんで、はい、まあ、いわゆる前期型にはなると思うんですけども、はい、結構違うんですよね。違います。で、個人的には別に今回紹介するからってわけじゃないんですけど、うん、前期めちゃくちゃおすすめなんですよ。やっぱりその前期後期のいい意味でのその荒々しさっていうのがやっぱり随時出てる車ですよ ね。なんでその辺を今回中心にご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず基礎のところなんですけど、はい、R8 ってスノー R8 と R8 プラス、はい、プラス V10 プラスがあるんですよ。はい、でそれ何が違うかというと、はい、プラスはもう豪華になってくる。豪華になってますね。はい、でそのやつはもうそのまんま、まあ、装備も、はい、まあ、スタンダードな装備になってなりますね。あとは多分今気になっているパフォーマンスっていうのが、はい、まあ、そういうところもありますからね。プラスになると、はい、ヘッドライトなんかもレーザーハイビームのヘッドライトが標準装備でついてきたりだと、はいはい、あとは今回最初にも触れた通り改造車、はい、あえてカスタムカーとは言いません、改造車なのでそうなの、はい、ペイントカスタムがこの辺ですよね。はい、各部塗られてたりとか、はい、ブラックになりますね。かなり黒で引き締まった印象。はい、そして今回の車はなんとリップスポイラーがついているということで、はい、こちらがエキゾーストで有名なドイツのメーカー、はい、カプリストのカーボンリップスポイラーがついてくる。はい、でしかもこれがドライカーボンなんですよ。はい、なのでちゃんと下側までちゃんと成形されてて、はい、強度もめちゃくちゃあると。はい、で小島さん、これ僕工場行って作ってるところも見てきたんですけど、はい、すごいですよ。ドライカーボンなんで、ちゃんとその型を作って、まあ、その型にそのカーボンを貼って作るんですけど、はい、カプリストの場合だと金型なんですよ。はい、そうなんだ。でその金型を削る機械も工場に入ってるんですよ。この機能なんですけど、で全部金型で作って、まあ、全てのパーツがじゃないんですけど、はい、それで成形する。でしかもそれを成形する大きいオートクレーブっていう高温高圧の釜があるんですけど、それも自社で持ってるんですよ。それこそ車が丸ごと入るぐらいのこんな大きい釜もちゃんと自社で持ってて作ってるんですよ。この前行った時に見てきたのかな、一昨年かな、はい、行かしてもらった時に見てきました。それもちょっと概要欄貼ってね、はい、見直してもまた車の魅力がまた倍増しますね。はい、なんで結構マフラーメーカーとして有名なんですけど、うん、実はもうエアロパーツもしっかり作ってるという超一流ということ で、はい、でしかもドイツの製品ですから、うん、やっぱりアウトバーンがあるじゃないですか。うん、で車も300キロ出る車じゃないですか。うんうん、300キロにもちゃんと対応してるエアロっていうのは、ね、結構でかいんじゃないか。はい、この辺も買ったら結構しますもんね。しますね。はい、この辺も今回ついてくると。はい、そして早速横に回ってきてもいいでしょうか。はい、今回 V10 プラスということで、はい、ホイールも20インチが標準になるんですよね。はい、標準になりますね。こちらの、はい、これボディカラーにも合っててかなりいい感じだなと。はい、真っ暗黒のこちらのホイール、はい、これ単造ですよね。はい、こちらのホイールがついております。そしてなんとその奥に見えるこのカーボンセラミックのブレーキ、はい、これも V10 プラスになると標準なんですよね。標準です。はい、これもだからスノー R8 とかあってオプションでつけようと思ったら、うん、結構な金額になるわけです。130、40しますかね。ですよね。はい、なんでこの辺がついてるのもいいんじゃないかな。はい、でさらに今回はキャリパーのペイントもされてて、はい、ゴールドに色替えしてあると。はい、でさらにさらに、はい、ローダウンも今回してあると。はい、してあります。サスペンションの方はカーベイの、はい、HAS、 あの純正のショックを生かしたまま車庫調化するキットですよね。はい、こちらで程よく下がってる。はい、まあ、アウディはもうマグネティックライド入ってますから、まあ、そういうので入れてもらった方がいいですよね。でそのマグネティックライド、磁性流体のダンパーが結構優秀なんですよね。優秀ですね。はい、まあ、4駆と組み合わせてかなりいい走りができるみたいなので、これは試乗の時確認してみたいと思います。はい、このままホイールを履くだけでバチバチに決まる車になってると。はいはい、で一点タイヤがこれ新車装着のタイヤですね。そうね。はい、これは交換推奨ですね。まあ推奨ですね。ぜひ距離16,500キロなんで、はい、まあ、正直溝はあると思うんですけど、はい、どれなりの年数経ってますんで、うん、まあ、交換していただいた方がいいかなと。うん、まあ、ここは要相談で。そしてあとはプラスになると
結構高いじゃないですか、はい、確かに400万円ぐらい車体価格も高くなるんですよね。高くなりますね。なんですけれども、はい、なんとカーボンパーツが盛りだくさんということで、盛りだくさん、はい、まずミラーもカーボンになる、はい、そしてさらにそこから後ろに行って、ここでかくないですか。そこね、ここなんか R8 のね、そこなんか何ですかね、特徴的な部分、特徴的なの、そうですね、はい、ここがなんとカーボンになると、はい、であの素のやつでカーボンのオプションも付けられますけど、はい、あの通常ここシルバーなんですよね、素のやつだと、はい、それがプラスになると漏れなくカーボンになるということで、はい、もうサイドビューもめちゃくちゃ豪華になる、はい、そして後ろもこんな感じででっかいカーボンセラミックのブレーキ、はい、アウディ後ろブレーキがでかいって珍しくないですか。珍しいですよね、やっぱりどうしても前だけですよね、イメージありますよね、はい、それがさすがに R8 まで行くと、はい、こんな感じのでかいキャリパーとカーボンセラミック、そして今回の車はスペーサーもついてるんですかね、はい、タイヤも純正ですけどバチバチに出ております。じゃあ続いてリア周りも見てみたいんですけど、はい、リア周りがこれ一番特徴的な部分なんですよね、はい、このウイングになるのがプラス、はい、そうですね、でそのやつだとスポイラーなんですよね、はい、スポイラーですね、ビッとした、はい、でこれが交換できないんですよね。できないです。というわけでもうこれがついてるイコール V10 プラスの証ということで、はい、だいぶいいですね、はい、でしかもなんか R8 ってすごくこうスマート、うん、なんかホームページかなんかにも書いてありましたけど、うん、インテリジェンスな感じするじゃないですか、うんうん、それがこのウィングついてると少し悪そうな感じしません？そうね、でも結構意外にちょっと派手めなウィングだけどそんなに派手に見えないよね。まあ一体感ありますよね。デザインすごいいいと思います。ちゃんと支柱までしっかりカーボンのこちらのタイプのウィングがついてると、であと各部この辺も塗ってあるんですかね、塗ってあります。ちゃんと黒くなってると。そしてさらに V10 プラスになるとマフラーのこのエンドも黒くなるんですよね、はい、なります。というわけでこの辺なんかもボディカラーだいぶマッチしてます、ね、マッチますね、はい、で真ん中はドライカーボンこちらのディフューザーになってると、はい、いや R8 なんか改めて見るとかっこいいっすね、うん、かっこいいですよ、うん、で新車価格で、ね、さっきも話したけど3000万オプションに入れたらオーバーなんで、やっぱりそうなかなか見えない車ですけどね、やっぱ中身はすごいやっぱり技術入ってますよ。さすが浦賀の兄弟車ですから、ね、そうですね。さあそして今回はなんとマフラー交換済み車両ということで、はい、これちゃんと自信を持って言えるやつです、ね、そう、大人の事情が関係なくあ、まあはい、関係なくかね、まあ、言えますね、はい、これもフロントのリップスポイラー同様カプリストのマフラーが付いてる、はい、これも結構な金額しますもんね。かなりしますね、はい、でしかもさっき動かすときちょっと音聞きましたけど、うん、音すごい音しますね。音すごい音します、はい、もう空気が震えるぐらいのサウンド、うんうん、はい、一応 E マーク、ね、まあ、ヨーロッパの基準に適合しているマークが入ってるんで、まあ、車検時は、はい、まあ、必要なマークはついてるんですけれども、はいはい、車検の合格を保証するものではないんですよね、はい、まあ、車の個体差だったりだとか、はい、マフラーの劣化だったりとか、まあ、音量の基準と E マーク取ってるかどうかってまた別の基準なん で、ね、だから物としてはもう大丈夫ですよっていうので、そこから先の測ってみてアウトになる可能性もなくはないと。なくはないので、もし万が一の場合もご相談いただければ、はい、そうですね、まあ、対応できると思いますので、はい、お気軽にご相談ください。というわけで気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います、はい、続いて内装を見てみたいと思います。内装がの前にこの外のこのドアノブも目線の高さだと見えないようになってるんですよ、はい、うん、なってます。めちゃくちゃおしゃれですね、改めて見てみると。そして内装をご覧ください。内装も V10 プラス標準のものがいろいろあるということで、まず V10 プラスになるとフルレザーになるということで、はい、もう各部がレザー盛りだくさんでございます、はい、そしてあとはデコラティブパネルもこれカーボン、はい、もうパネル類のカーボンですね、はい、この辺なんかも標準でカーボンになると。あとは特徴的なこのステアリング、はい、まあ、これも標準装備になると、はい、これそのやつだとこうボタンが少ないんですよね。少ないですね、はい、これがボタンが2個2個じゃなくて1個1個になるんですよ、はい、というわけでこちらのタイプのステアリングも標準でついてくると、はい、ともう一ついいなと思ったのはこのこちらのシート、はい、標準だとバケットシートなんですよね、はい、そう、さっきもねちょっと話しましたけどバケットシート、まあ、見たことないですけど、ね、見たことないですよね、はい、僕も中古車情報サイト見たんですけど1台もなかったんです、はい、なんでおそらく皆さんこのスポーツタイプのシートに交換してるんじゃないかなと、うん、オプションで選んでるんじゃないかなと、はい、でも車のキャラクター的にバケットっていう感じでもないですよね。そうですね、うん、やっぱりこっちの方が合ってますよね、うん、でさらに今回の車はなんとこのダイヤモンドステッチのオプションも入ってるということで、はい、シートめちゃくちゃ豪華ですね。そうですね、カラードダイヤモンドステッチスポーツシートっていう38万円のオプションですね。でダイヤモンドステッチってなんか RS は結構代表的な、ね、シートになりますね。そんな感じしますよね。しますよね。乗り心地、座り心地もかなり影響する部分だと思いますので、この辺は乗って確認してみたいと思います、はい、続いて乗ってみたいと思います。この光るスカフプレートもこれ、はい、V10 プラスの標準装備なんですけど、ね、こちらも装着されております、はい、そしてあスピーカーもちょっと、あそっか先に乗っちゃいますけど、はい、あとこちらオプションのバングも今回ついてるということで、はい、
オプションついてて大変恐縮なんですけど、はい、今回はここの音じゃなくてマフラーの音を企画そうですね、そうですね、聞く車かなと、はいはい、こちらもついております、はい、そして乗り込むともっとこういう感じかなと思ったら、うん、意外にゆったり、うん、でもちょっと腰は低いですよね、はい、あ、そうですね、うん、で調整自体はラグジュアリーなセダンとかと、はい、あそこまでじゃないですけど、はい、このシルエットの車 にしてはだいぶ調整できる方かなと、はい、通常の調整プラスランバーサポートのこんな感じのシートになっております。そしてそうですね、コールドもそこそこ全然膝のこれも出るしね、電動で、あ、え、めちゃくちゃ細かく調整できますね。できるでしょう、はい、全然失礼しました、いけると思います、はい、そしてステアリングがこんな感じで先ほど触れた、はい、パドルも小ぶりで逆に好印象です、はい、そしてスタートボタン、あとはマフラーの開け閉めと、はい、あとモード切り替えだったりとか、はい、この辺あとはおなじみのバーチャルコックピットなんで、はい、この辺は飛ばしちゃいますね。そうですね、はいはい、他のアウディシリーズと、はい、だいい意味で、うん、あの一緒で使いやすいと思うんですよ。そうですね、はい、なんだったらもうほぼ TT じゃないですか逆 無言です逆、はいはい、あの他の車だったらスーパーカーだったら、うん、いや特別感演出してくれよと思うじゃないですか、うんうん、けど R8 だとこれ同じでいいですよね。同じではい、いいね、うん、使いやすさもあるから使いやすさね、はい、そしてこの辺なんかに関してはモニターないですもんね。ないです、はい、エアコンの吹き出しと、はい、まあ、この辺カーボンなので、はい、これちょっとオンにしてみていいですか。はい、はい、こんな感じでここに液晶が出るタイプ、はい、見慣れない景色なんで、うん、使い勝手は戸惑うかもしれないですけど、うん、でも基本的にダイヤルと基本的にもう触らないでしょ、はい、うん、あのいつもの3つだなと思えば、はい、使い勝手はそんな悪くないんじゃないかと、はい、でシートヒーターだけはついてるんですよね、はいはい、ベンチレーションなんかはないと、はい、そしてここ少し小物入れがついてて割と深いですかね、はい、そして USB のタイプ A が2系統とシガソケットだと、この辺もめちゃくちゃアウディだなっていう、他のシリーズと一緒じゃないですか、はいはい、一緒じゃないですか、もう一緒、ね、うん、でシフトも下手したら一緒っすよね、うん、まあ、ちょっと違うかなって感じですけど、でしかもこのシルエットの車にこのシフト良くないですか、うん、なんかめちゃくちゃ格好つけたなんかボタンと か, なんかこんなになってなくて、はい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 、もうこれっていう、はい、すごい真面目でジェントルな感じします。あ、そうですね。そしてここ押すとドリンクホルダーこんな感じで、これでもここ開けないとドリンクホルダー使えない、ちょっと不便ですね。ドリンクホルダーはね、だからちょっとこう助手席閉めていくと、はい、まあ置くとこないからね、まあしょうがないのかな、うん、まあそういう車じゃないですか、まあ、そういう車、まあ後ろにねちょっとスペースあるから、はい、そうなんですよ、後ろに逆にスペースが結構あって、これ200リッターぐらいかな、うん、なんでいろいろ荷物が置けると、うん、ネットもついてますし、うん、まあいろいろはちょっとあるかもしれないけどね、はい、そして足元はちょっと右側にオフセットしてるかなっていう気がします、はい、フットレストもだいぶ中央に寄っております、うん、ただ操作しづらさはあんまりないです、まあ、ここがもうタイヤすもんね、うん、というわけでこんな感じのフォーメーションになってます、うん、そして天井は通常の黒い、はい、ファブリックのタイプ、うん、これなんかオプションでレザーの天井もあるんですよ、ね、ありますね。残念ながら今回ついてないんですけどこんな感じの天井になってます、はい、そして今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーもついてるということで、はい、欲しいオプションもそのままついております、はい、そしてバイザーは逆に出てくるタイプです。あー、バイザーはちょっとファブリックに少々です何でもないです、はいはい、こちらのタイプのバイザーになっております。で、あと肝心の高さに関しては僕身長175センチ、座高に関しては身長185センチぐらいの座高ですけど、まあ全然V1 個分ぐらいは、ただ先ほどうちのカメラマン188センチが乗ったらもう髪の毛が頭につく、座面一番下に下げて髪の毛がつくぐらいだって言ってたんで、まあそれ以上座高が高い方とか身長が高い方だと窮屈かなって感じしますよね、うん、188っての方ってそんなにいらっしゃらないですからね。小島さんいくつですか。168です20センチ違うんだ確かに、すごいよね。そうすると、うん、なんとなく天井のクリアランスとか、うんね、うん、はい、きつくなってくるのかなと、はい、ただ普通に身長175センチぐらいだったら全然窮屈な感じしないですよ。しないですね、はいはい、こんな感じの内装になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もうエンジンさよなら V10 じゃないですか。そうね、はい、こちらの方が V10 しかも NA NA 5204cc、はい、こんなエンジンもないですよね。もうないですね。
だから本当に最後、はい、なんか最近やたらと車両紹介で最後っていう機会が多いんですけど、いやでも本当にそうなりますよ。で馬力の方が610馬力、トルクの方が560ニュートンということで、これウラガンの LP610 と同じ、はい、まあ、基本的にはエンジン、はい、まあ、セッティングだったりは違うと思いますけど、はい、こちらのエンジンが搭載されております。でこれ組み合わせるミッションの方が7速エストロニック DGT ですね、だとおなじみのクワトロと機械式の LSD、 これのパフォーマンス0100なんと 3.2 秒です、はい、3秒台前半はやべえです。やばいですね、はい、そしてマックス330キロということで、はい、このなりで330キロってすごくないですか、はい、うん、このなりで330もすごいですけど、後で乗っていただければ分かるんですけど、これだけこのなんかジェントルな感じでそんなに出ちゃうのっていう感じがしますね。言ったらランボルギーニみたいに、はい、もう絶対これ速いんだぞっていうスタイリングじゃないじゃないですか、はいはい、そうそうそう、もうデザインはアウディのデザインじゃないですか。そうですね、はい、でそのまま300キロオーバーって、うん、なかなかイカれてると思うんですよね。ちょっと言い方悪いけど詐欺師ですよそうですねいい人に見えるんだけど実はすごい中身やばい、脱いだらちょっとやばいんですよ、ね、マッチョなんですみたいな、はいはい、そんな感じですけど、そんな感じです。で各部このカーボンになってるのもプラスのところなんですかね、はい、この辺とかこの辺とかも全部カーボンになってる。そしてあとはいいと思うのはこのフードがちゃんとガラスなんですよね、はい、そうですね、はい、そこはやっぱり見せる部分では非常に大事だと思います。スーパーカーとかでもガラスフードオプションだったりとかするじゃないですか、はい、けどちゃんと標準でこのいや本当にあのここはあの裏感とかもそうですけど、ガラスじゃないのとじゃないあのガラスのやつって査定で全く違いますからね、評価そうなんですか、うん、違います、はい、逆に RA だと選べず、そうです、ね、漏れなくこのフード、ね、漏れなくなんて、はい、こんな感じのエンジンルームになっております、はい、続いてバンク見てみたいと思います、はい、こんな感じで数字の方が112リッターということで、はい、ちょっと変形の収納なんで、まあ、使い勝手はいいとは言えないですけど、中型のスーツケースぐらいだったら入りそうですね、うん、入りますね。あと一応ネットが下げられるんですかね。そうですね、でもこういうネットもねあんまりついてないですよね。フェラーリとかランボルギーニとかもついてないんで、確かにその辺のイタリアンスーパースポーツに比べると、はいはい、まあ、使い勝手はやっぱりドイツ車考えられてるかなと。あと一応ね今回もこういう、なるほど、それは本体もついてくる感じですか。本体も、本体ないですじゃあシーテック別に購入していただければ、まあ、加工しないでそのまま充電ができる、はい、まあ、こういうお客さんはね皆さん他の車もねこういう車持ってるんで、確かにだからこれは、はいはい、というわけでシーテックのこの充電のポートも今回装着済みになっています、はい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、というわけで、あの、あ、格好がちょっと、ね、あの天候不順のため、はい、別日のここから撮影の様子になります、はい、というわけでちょっと改めてテンションもちょっとね違うかもしれないですけど。本当ですか。というわけで改めてお届けしたいと思います。でまずいろいろ紹介させていただいたんですけど、はい、2代目じゃないですか、はい、これになってから、うん、あのボディがもう一新されてるんですよね。されてます、はい、あの新しい世代のアウディスペースフレーム、うん、ASF、はい、になって、もう先代ってアルミだけだったらしいです、はい、それがこの現行型になってからアルミとカーボンの合わせ技で、なんかカーボン 14% ぐらい使ってて、はい、その他アルミらしいんですけど、はい、なんとボディ剛性が先代より 40% マップしてるらしいです、はいはい、だからもう全然別の乗り物っすよね。別ですね、はい、先代と現行 で、はい、である種ね、もう本当に、まあ、先ほど話出てましたけど、もう完成型ですよね、これ、ね、R8 の、はい、もう継ぎ方はだって EV になってですもん、そうですね、はい、継ぎ方は EV になって全然別の車になるわけですからね、はいはい、というわけで参ります、はいはい、あ、ちょっとフェラーリの癖で
パドルでギア入れてしまった。こっちでした。はい。行きます。今回、ね、引く？ちょっと低いですかね。で今回のお車はリフターはないんですよね、これ。ないです。もしちょっと不慣れな方とか心配な方は車外のリフターを検討してもらった方がいいかなと。はい。はい、うわ。で今回もこちらですね。はい、こちらですね。はい。スッチーの低く。歩いとってこんな低いんでしたっけ？希望に応えて高速を。はい。走りたいと思います。じゃあちょっと早めに開けてっていいですか。何を？バルブを。バルブ？もう早速開けるんですか。うん、いやまずあまあいいか。ちょっと足ドライブセレクト。あ、そうですね。ドライブセレクトから。そういうのも。はい、失礼しました。じゃあダイナミックに。気が流行りすぎですよ。気が流行りすぎですよ。ダイナミック一択で。中学生みたいな気が流行りだから本当に。はい。いやーいいな。思うんすけど、うん、不良っぽいアウディってめちゃくちゃかっこよくないですか。でも不良っぽくないよね。でもね、そうっすか、うん、あ、いやいやいや、もう中身とか、はい、あれはあれだよ、でも不良っぽくないよね。ああ、だからイメージ絶対不良っぽくないじゃないですか、うんうん、すっごいフォーマルなイメージじゃないですか、うんうんうん、なんだったらもう歩いとって言ったらなんかスーツの人が置いてきそうなイメージじゃないですか、うん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 、それをなんか不良っぽくするのってめちゃくちゃかっこよくないですか、うんうん、そうね、うん、なんかもう RA6 とかもそうっすけど、うん、なんかすごいインテリで真面目っぽいのに、はいはい、ちょっと不良っぽいみたいな、うん、あの辺いじったりするとめちゃくちゃかっこいいんですよね。そうね、うん、R8 もノーマルで乗ってるとそのちょっとインテリジェンスなイメージ強いですけど、うん、この車高を下げてマフラーなんか入れようものなら、うん、もうめちゃくちゃ不良な感じがしてすっげーかっこいいんですよね。けどその乗りやすさだったりだとか、うん、はい、そのまま持ち合わせてるじゃないです か、うん、だから意外にさ、皆さんさ、意外にやってない選択肢もあるじゃないですか。どういうことですか？だから本当にこういうちょっとさっきのスポーツカーだったらバリバリスポーツカーみたいにやってるけど、ね、やっぱアウディでこういうのをいじるっていうのは結構なかったりするじゃないですか。そうですね。R8 いじり物を探そうと思ったら結構ないと思うんですよ。確かに。フラカーの方がよっぽど多いですよね。うん、そういうところで。はい。だこの分かりづらさが逆にいいんじゃないですか。うんうん、参ります。はい。引く、そして幅結構感じますね。乗り心地はどうですか？今割と硬いです。硬いけど、はい、いやスポーツカーとしたら全然違う。まあそうですね、うん、うわめっちゃ張り付いてる感あるんですけど。え、裏感とこんな違うんでしたっけ？ R8 ってどう違いますか？裏感って僕なんかもう ここが邪魔で信号が見えないみたいな、うん、で屋根開き乗るともう頭から出ちゃうみたいな感じですけど、うん、微妙なこのスタイリングの違いでこんなに違うんですね。違いますね。でも車実は兄弟車といっても本当にイケイケお兄ちゃんと真面目な弟みたいな感じですよ。確かに、うん、確かにポテンシャルは一緒でもやっぱりその辺違うっていう。全然違うっていう、それぞれの良さがあるなっていう。だってなんかいろいろ調べたらそのマウント類とかも絶妙に調整してあるらしいですよ、うん、全く同じものを使ってないっていう。すんごい乗りやすいっす。ただこの張り付いてる感じとスポーツカースーパーカーならではの少しこうわずかなギクシャク感というか、だちょっとその未来感感じません？ちょっとしますね、うん、もう全然今乗っても本当にすごい新しい新鮮な感じがしますよ、うん、でわずかにこの何ですか、自分で操作する感じも残ってるっす、ちゃんと。なんか全部やらされちゃうんじゃなくて、うん、わすげえ用途してんなこれ。じゃあそろそろいいですか？もういいですよ。いいですか？解放しちゃって。解放していいですか？ここにここにここにある。あ、そっちにもあります。じゃあ解放しましょう。はい。解放。やばいこれ。これやばい。ダイナミックにもしてるみたいな。ダイナミックにしていいですか？ドライブセレクト。ダイナミック。やばい。これすごい、めちゃくちゃいい音するんですけど。すげえ。いや、これしかも前期だと OPF がないんですよね、うんうん、後期がなると OPF がついちゃって、うん、純正マフラーでも相当静かになっちゃうんですよね。なっちゃうなっちゃう。これ前期やばいっすね。バブリングもして
でダイナミックにしても足は全然バタつかないですね。バタつかないね。マグネティックライド優秀ですよね。本当にずっと張り付いてる。やっぱりその足回り純正から変えてるとちょっとやっぱり嫌味というかなんかちょっと嫌な感じしたりする足回りあるじゃないですか。全然ないですよね。全然ないですね。うん、助手席も快適ですよ。これすげえなー。やばい。これ R8 の魅力に気がついてない人って結構いるんじゃないですか。このポテンシャルの高さに。うん、確かにね。だからそれがこの価格でっていう形になってくると確かにいいと思うよね。確かに。でなおさらプラスだから、今新車からするとプラス500万円ぐらいベースと違うんですけど、はい、中古車市場だとそこまで差が出てないじゃないですか。じゃあ絶対プラス買った方がいいじゃないですか。絶対プラスの方がいいですよ。あの個体でね、いいものがあるんであれば絶対そっちの方がいいですね。まあ、あとはセッティングだったりスタイリングに関してはもう裏感と圧倒的な違いがあるんですけど、裏感って基本高いじゃないですか、うんうん、だって2000万切ってる裏感ないですもんね。まあそうね、ないですよね。できればね。それがだって R8 だったらもう2000万円出したら選びたい放題ですよ。まあね、だってパフォーマンスのおかずで買えちゃうもんね。確かに2000万いくとね。これいいっすね。なんか改めて良さを、ね、ちょっと本当にまあ埋もれた名車みたいな感じだよね。そうですね。もっとなんか認知っていうか人気が出てもいい気がしますけど、うんうん、でもやっぱりそのぐらいの価格出すんだったら、うん、もう分かりやすいスタイリングのランボーの方がみんないいってなるのかな。なるかもしれないね。でもなんとなくのイメージですけど、アウディで2000万円近いのみたいな、うん、下手したらだって新車の売り出し3000万とかじゃないですか。まあね、うん、相当なクロートの人じゃないと選べない新車だと。ただそれがいざ中古になるともう敵いないぐらい、うん、魅力的な車になるなんて感じがしますけど、うん、だからそこはねうまく伝わればすごい。そうですね。めちゃくちゃいい音してる。これ今乗っとくべきっすよ。なんかフェラーリってもう458以降ターボがついたり、うんうん、まあ、気筒数が減ったりだとか、うんうんうん、音がどんどん OBF がついて静かになったりとか言ってるじゃないですか、うんうんうん、安心してください、うん、R8 がありますよって感じですよね。だって NA ですよ。そうね、はい、ターボすらついてないんですよ、うん、まあ、OPF ついて多少と静かになっちゃってよければまだ新車でも買えるんですよ、うん、だそう考えるとすごいですよね。すごいね。ちゃんと残してるね。まあ残してるというか残ってたっていう表現の方がいいかもしれないけどね。いやここでも本当見づらいね。見づらいです。めっちゃ左ハンドルだから見えるけど右全然見えないよ。それはあるかもしれないです。一応ありがたいことに僕はあの左ハンドルも所有してたんで左ハンドルに抵抗は全くないんですけど、このめちゃくちゃ低い視線と左ハンドルは少し慣れないと大変かもしれないです。あーでタイヤはやっぱりもうだいぶ古いみたいでロードノイズすごいですね。1万じゃない。えこっち側でしょ、うん、上でかい道もありますかね、うん、まあでもやっぱり拾いやすいタイヤでもあるよね。そうですね、うん、まあ、扁平も薄いです し、まあ薄いしね、うん、幅もあるんで、うん、いやー車めっちゃしっかりしてるんですけど、本当にハンドル切ってタイヤの動きがこう分かる。機敏じゃないですよ。全然機敏じゃないんですけど、あこれアウディの頂点ねって分かる動きします。R8 乗ってる方って比較的やっぱり R8 乗り継ぐ方多いですよ。あ、お客様なんですか、はい、確かに。でもこれに変わる車ってないですね。ないよね。すげえいい音してる。安心できるスポーツカーだね。そうですね。わーってなんかなんだろうな、安心できるな、やっぱりすごい。もうどこ？なんか危なっかしさが一切ないんですよ。ない、全然ないね。一切ないです。悪く言っちゃうと爆発力もないよね、そんなに感じるのが。いや、車自体はあるよ、もちろん、はいはい、あのスピードも出てんだけど、はい、乗ってる感じでなんかこう、おー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 ってここ持つこともない。ああ、そうですね、そうですね、うん、
どこまで行ったらめちゃくちゃ安定してるっす。安定してる。やっぱ4駆、4駆っていうのかな、やっぱアウディすごいなと。多分セッティングがそう不安に、ドライバーを多分不安にさせない方向のセッティングなんでしょうね。なってるなって、全然不安じゃない。だハンドル握ってると余計に感じますよ。これ例えばその助手席にあのパートナーの方、女性の方乗られてもちょっとやめてよっていうのはあんまない感じだね。本当にだから全開加速しても多分こう添えてるだけで全開加速できますよ、多分。はい。でしかもそれがステアリングに伝わってこないんですよ。でもしっかりこういう動きもないし振動もないんですよ。パフォーマンスはでもしっかり出てるってことですよ。だからちょっと中と外がこう別次元な世界になっちゃってるかもしれないね。だこの爆音はちょっとだから冷静に考えると少しちぐはぐな感じしますよ。だからまあね、この優秀な走りにこの爆音、だ本来だったらもっとスパルタンでドライバーにいろんなインフォメーション戻すぐらいのセッティングでこの音だったら多分バランス取れてるんですよ。でも安心してください、閉じれますよ。閉じれますからね。普通になる、戻れ、もう完全普通に戻っちゃうね。これいいな。めちゃくちゃ安定。やっぱ乗って改めて僕は今日また感じました。 R8 の最初に僕 R8 デビューした時に乗った時の、はい、すごい R8 すごいなっていう感じがまた蘇りましたね。ああ、なるほど。デビューの時も結構衝撃だったんですか？衝撃だった、衝撃だった。まあ先代になるけどね、うん、乗りづらかったけど今考えるとね。それがもうここまで進化して。でも確かにスーパーカー作ってないメーカーがたまにスーパーカー出すことってあるじゃないですか、うんうん、国産で言ったら NSX とか LFA みたいな、うんうん、ずっとスーパーカー作ってきたスーパーカーと違いますよね、うんうん、違う違う。やっぱりその中古車市場とか中古屋さんからすると R8 ってちょっとやっぱ怖い部分があったりするんですよね。あ、 R8 とか人気がちょっとなとかってやっぱりあるんですけど、やっぱ乗ったら違うね。いい、これはすごいっすよ。やっぱりだってに3000万円の車では。確かに確かに。じゃあちょっと開けて、あ、トンネルサンド、トンネルサンド、じゃあ、はい、行きましょう。あれ開いてる？開きました。頑張ろうって気になれますね。なれますね、うん、すごいスッキリする。やっぱリセットできる車だな、気分を。でもちょっとオーナーになった気分になっちゃうね。乗りたいもっと。でもみんなこのこういう音する車12に行くじゃないですか、うん、そこあえての V10 です、やっぱり、うん、だから V12 みたいにだからめちゃくちゃ甲高くないですよね、うん、甲高くない、うん、でもすっごいパワーが出てて、なんかこのめちゃくちゃ揃ってるっていうよりかはやっぱりご祈祷ご祈祷の少しバラバラっていう感じの味がある音、うん、すげーな。ぜひこれはこれブレーキもすごい、うん、カーボンですかね。あと車がこう沈むんですけどブレーキ踏むと前のめりにならない、うん、ほんとピタって感じだね。張り付きますね。いやでも本当に改めて僕はこの感じたっていうその良さを認識させてもらいました、はい、今回これすげえなー。いやもうちょっと言ったらあれですけど、アリーナ店 R8 入庫して、うん、正直そんなにめちゃくちゃこうおはって思わなかったんですよ、うんうん、あ R8 入ってるんだぐらいだったんですよ、うんうんうん、乗って、うん、もう本当にすいませんでしたって感じです。そう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 、うん、これ楽しい。
まあ、もちろんねやっぱりそのスーパーカー3000万する車なんで手はかかりますよね。故障した時とかそういうのもやっぱり多少リスクはあるとは思うんですけど、だって10気筒っすよ。そうだね、うん、なんかそのシリンダーの部品がダメになったら10個ですよ、うん、そうだねだからもちろんね壊れないです、ね、なんで乗れますってことは言い切れないですけど、それ以上に魅力付き合っていこう持っていこうっていう車ではありますよね、うん、つい最近東京店でフェラーリの FF 撮らせていただいたんですよ、うん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 、それもちょっとなんか近しいところがあって、うんうんうん、あのまあ、もちろんその故障も視野に入れて今後所有するんであれば検討していかなくちゃいけないじゃないですか、はいはい、けどちゃんと付き合っていける車だと思うんですよ、ね、そう付き合って行きたくなる車ですよね、うんうん、で特に今そういう時期だと思うんですよ、うんうん、だって替えが効かないじゃないですか。そうね、はい、うん、いやもう次の新しいのでいいよ、うん、で次がないんですから、だって次ないからね、はい、だったら今これを楽しんでおくとか、うん、はい、これ所有してもらってね、大体こうちょっとこう大事にお乗りいただいてっていうのも一つの選択肢かもしれないですよね。じゃあ最後になりますけれども、はい、いやー良かったっすね。良かったですね、はい、なんか年々いい音する車の魅力度が上がってってる気がするんですよ、うん、そうですね、惚れ直しちゃいましたね、またね。もうなんか最近やれ OPF がつきました、はい、ターボになりました、うん、ダウンサイジングになりました、はい、こういい音からどんどんかけ離れてってるじゃないですか、うんうん、でもこういう残ってる車の魅力がどんどん上がってってる気がするので、はい、まあ、ちょっとビビビと来た方はぜひお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、そして小島さんからこの車所有する際の一点注意点というかお知らせが、はい、アウディ R8 って入れるディーラーさんって結構決まってるので、そのどこでも入れますよっていうのはないので、もしまああのうちに購入していただければ、うちからディーラーさんっていうのはあるんですけど、例えばまあご遠方の方とか地方の方でご検討いただいている方は、まあ一回自分のお住まいの周りで入れるディーラーさん確認してからご検討いただいてもいいかもしれないですね。あの R8 が入庫できるディーラーっていうのが少ないわけなんですね。少ないですね、はい、だここだとやっぱうちも埼玉もちょっといつも入れてるところでお願いしちゃってるんですけど、多分私たちも都内まで行って入れてます。そういう感じなんですね、はい、入れてますね、はい、まあ、その辺ももし困ったらあの直接うちの方に言っていただければ、相談していただければ全然大丈夫なので、どことかもできると思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はアウディ R8 V10 プラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。